フランクリン時典は1771年から1790年の間にベンジャミン・フランクリンによって書かれた彼自身の人生の未完の記録の一般に留布している故障である。しかし、フランクリン自身がその作品を彼の回想録と呼んでいたようである。フランクリンの死後、いろいろ込み入った出版の歴史があったものの、この作品は、 従来書かれた自伝の最も有名で影響力のある例の一つになっている。フランクリンの彼の人生の説明は彼がそれらを書いた様々な時期を反映して4つの部分に分かれている。最初の3つの部分の間の物語には実際の中断がありますがパート3の物語は執筆の中断なしにパート4に続いている。自伝の1916年出版の版の はじめに、で、変社会、W. パインは、フランクリンの伝記は、フランクリンという、私たちの驚くべき歴史のすべての、最も際立った業績を自力で成し遂げた人を、最大の模範として見ることができると書いている。自伝の第一部は、当時ニュージャージー州知事であった、フランクリンの息子ウィリアムに当てられている。イングランドのハンプシャー州とワイフォード在住の線と、アサフ市教の屋敷で、 65歳になったフランクリンは彼の息子に自分の父親の人生の出来事のいくつかを知っておくのも楽しいことではなかろうかと語り始める。こうして彼は一週間ほどのまとまった休暇の中でウィリアムのために筆を取るのだが、まず自分の祖父、おじのベンジャミン、父親の女妻や母親ばばのいくつかの逸話から書き始める。彼は子供時代、 読書が好きだったこと、ボストンで印刷所を経営していた彼の兄、ジェームズのところに,に見習いとして働きに行ったこと、またジェームズはニューイングランドクーラント新聞の発行元だったことなどを語る。ジョセフ・アディソンとリチャード・スティールがロンドンで発行していたスペクテーター史の研究を通じて執筆スキルを向上させた後、彼は匿名の原稿を書き、 夜に印刷所のドアの下に滑り込ませる。それを誰が書いたかも知らずに、ジェームズと彼の友人はその論文を称賛し、それはクーラント氏に掲載され、ベンがより多くのエッセイを作成することを奨励する。ベンが自分がその著者であることを告白したとき、ジェームズは彼のエッセイの評判がベンをあまりにも天狗にさせるのではないかと思い、憤慨する。 ジェームズとベンはそれ以来、頻繁に衝突し、ベンはジェームズの下で働くことから逃げ出す術を模索するようになる。結局、ジェームズは植民地議会で問題に巻き込まれ、短期間交流された上に建築を受け、以後、新聞の刊行を禁じられた。ジェームズと彼の友人たちは、ジェームズはまだ関係の監視下にあるが、クーラント氏は、今後ベンの名前でなら出せるのではないかと思いつく。 ただ、奉公人の名前で発行しているというのもおかしな話なので、ジェームズは、ベンの奉公人としての年期契約の裏に完全に解雇したということを明記して、私に返し、いざといただされたら、それを見せるということになった。ジェームズはそれでも、ベンを使用人として働かせる権利は確保しておきたい、もので、年期奉公の残りの期間についての契約書を新しく作成して、 ベンに署名させ、これは公にはしないでおくということになった。そのうちにまた、兄弟の間で新たな意見のフ一ッが生じ、ベンは、ジェームズの元を去ることを選択し、ジェームズもまさか新しい秘密の契約書を持ち出す。度胸はないだろうと、カをくくって堂々と辞めさせてくれと主張した。二人のパートナーシップは、ペンシルベニア議会の指定印刷業者としての契約も、勝ち取る。 ところが、ヒューメレディスの父親が経済的に破綻し、パートナーシップの支援を継続できなくなり、二人の友人がフランクリンに彼がビジネスを続けるのに必要なお金を貸すことを別々に申し出てくれる。メレディスはノースカロライナに行くことになり、パートナーシップは友好的に解消し、そしてフランクリンは各友人から必要な金額の半分を受け取り、 彼自身の名前で彼のビジネスを継続することになる。この間にキーマーもなくなり、フィラデルフィアではローブラッドフォード以外商売敵はいなくなる。1730年、彼はロンドンに行く前知り合っていたデボラリード嬢と結婚し、その後、ジャン島の助けを借りて、フィラデルフィアの会員生徒書館の計画の原案を立ち上げる。ここで第一部は終了し、 フランクリンの執筆に独立戦争が始まり、執筆は中断したと記したメモがあり、ここから以降は一般の読者向けに執筆されたとの中記がある。第2部は1780年代初頭、フランス、パリ近郊滞在中のフランクリンが受け取った2通の手紙で始まる。いずれの手紙も第1部を読んだ友人が自伝の続編の執筆を続けるように彼に促す。 ものであった。パリ郊外のパッシー村でフランクリンは1784年に執筆を再開し彼の公共図書館計画のより詳細な説明を始める。それから彼は彼の道徳的完全性に到達するという大胆で骨の折れるプロジェクトについて議論し彼が自分自身で完全にしたい13の美徳を過剰書きにする。彼は毎週の曜日ごとに従列を さらに、それを13の赤い横線を入れ、各校の初めに、美徳の頭文字を入れた。各校の相当欄にもしその日、その美徳について犯した誤字があれば、それを黒点で記入することにした。これらの美徳の中で、彼は秩序が彼にとって維持するのが最も難しいことに気づく。彼は最終的に完璧さというものが達成できるべきものでないことを知るが、 この試みのおかげで自分自身がより良くそしてより幸せに思えるようになる。また、美徳のリストはもともとは12項目だったのだが自分の欠点として人が高慢を指摘するので謙虚という特目を追加した。パシーデの執筆は1784年で終わる。1788年8月、フランクリンはフィラデルフィアで再び執筆を開始する。しかし、 独立戦争で多くの資料が失われたため、そうした資料を使って書くことが難しくなったと嘆く。かろうじて残った1730年代からの彼の小文のいくつかを引用する。一つは、彼が当時すべての宗教の本質であると考えた意図された心情の実態である。彼はこれを宗派の基礎として意図していたが、自分はプロジェクトを追求しなかったという。 1732年にフランクリンはリチャード・ソンダースというかなで貧しいリチャードの小読みを出版し、それは非常に成功した。これは毎年1万部近く売れ、それが25年間続き、相当な収益を上げた。1734年、アイルランドからサミュエル・ヘンフィル牧師という説教者がやってきた。非常に優れた説教をしたので、 フランクリンは彼を支援し、彼に代わってパンフレットを書いてある。しかし、誰かがヘンプヒルが彼の説教の一部を他人から登用していると言い,い、味方の多くも愛想をつかして離れていった。フランクリンは彼自身の構成の貧弱な説教よりも他人からの良い説教を聞きたいと言って、これを指示したが、非難する人たちが多数派で、牧師は他の土地に移り、 フランクリンは教会に行くのをやめた。1733年、フランクリンは外国語の勉強を始め、フランス語はかなりマスターし、イタリア語も始めた。後になってスペイン語にも着手した。ラテン語の学習についても語る。彼はボストンを10年ぶりに再放し、兄のジェームズと和解し、4歳の息子を天然痘で亡くしました。フランクリンのクラブ、ジュントは成長し、 株組織のクラブのクラブもできる。フランクリンは1736年に衆議会の初期に選出され、初めて政治に参入する。翌年には郵便局長官の会計監査役になり、レポートの入手と新聞の購読の履行が容易になる。彼は、市の監視と防火規制の改善を提案した。自分が提案して作られたユニオン消防組合の活動を紹介する。 1739年、有名な説教者、ジョージ・ホワイト・フィールドがやってくる。彼らの宗教的信念には大きな隔たりがあったにも、かかわらず、フランクリンは、彼の説教と日記を印刷し、ホワイト・フィールドを彼の家に住まわせることによって、彼を支援する。フランクリンが成功し続けるにつれて、彼は、彼の印刷所の従業員が、他の植民地で彼ら自身の印刷所を始めるための、 資金を提供するようになる。彼はペンシルベニアの防衛のためのいくつかの提案を含め公共の利益のためにさらなる提案をし、それは彼にクエーカー教徒の平和主義的立場と対立することになる。1740年に彼はフランクリンストーブを発明し、それが人々の利益のためだったので装置の特許の取得を放棄した。義勇軍の問題が落ち着いてから、 彼は大学設置の問題に向かうことになる。大学設置のための寄付金募集は5年間の分納でいいことにしたところ5000ポンドも集まった。24人の評議員を5選し、大学管理法規を起草し、校舎を借りて教師を招いて開校した。これは1749年のこと、正しくは1751年で、これが ペンシルベニア大学の始まりになる。フランクリンは印刷所の実務を離れ、予定を学問の研究や実験で過ごすつもりで、電気の実験を本格的に始めようとした。すると、世間はよほど暇があるのだろうと思って、治安判事、市会議員、参事会員などの公共の仕事をあてがってきた。インディアンとの協約を結ぶのにも関わり、1851年には、 トーマス・ボンド博士がフィラデルフィアに病院を設立するのを手伝った。その後、彼はフィラデルフィアの街を舗装するのを手伝い、ロンドンで同じことをすることについて、ジョン・ホザキル博士に提案を作成する。フランクリンは、しばらくの間、アメリカ郵政長官に会計監査官として雇われていたが、1753年に、その長官が亡くなり、 公認として郵政局長官になる。この仕事でニューイングランドに出かけた折に、ケンブリッジ大学から修士号を授与される。その前には、イェール大学からも修士号を受けている。翌年、フランスとの戦争が予想されるため、フランクリンを含む数人の植民地の代表者がインディアンと会い、防衛について話し合った。フランクリンはこの時点で植民地の連合の提案をするが、 それは採用されなかった。ブラドック将軍は英国正規軍にレ連隊を率いて到着し、フランクリンは彼が入馬者と馬を確保するのを手伝うが、ブラドックは計画しているフロンテナックへの行進中に敵対的なインディアンからの危険について、フランクリンが警告したにもかかわらず忠告に従わない。ブラドックの軍隊がその後攻撃されると将軍は 致命傷ををい彼の軍隊は物資を放棄して逃げ出す民兵はベンジャミン・フランクリンの提案に基づいて結成され、知事はフランクリンを説得して北西部の辺境地帯の警備の任に当たらせることにした。フランクリンは息子をキャンプの補佐官として同行させ、560名の民兵を集め、クナデンハットに向かい、そこに砦を建設した。フィラデルフィアに戻ると、 義勇軍の組織づくりははかどっていて彼は連隊長に選ばれる。彼の将校は彼を街中で護衛するのに罰権して栄誉礼で称える。こういうことは知事に対してすら行われなかったことなので知事はフランクリンにますます恨みを抱くようになる。知事と衆議会の間の圧力はますますエスカレートし結局知事はデニー隊員に交代する。ここで自伝は 彼の公職でのキャリアを語るのをひとまず置いて、フランクリンが科学者として評判を得るようになった経緯について語る。彼は電気の実験をして、それについて論文を書くがこれがイギリスで出版される。それがフランスのビュフォン伯爵の目に留まり、フランス語に翻訳され、フランスで電気の実験をすでにやっていたノレの反感を買う。ノレは、 フランクリンを攻撃する、彼自身の手紙の本を出版する。フランクリンは誰もが複製して実験を検証できるという理由で返答を拒否し、別のフランス人ルロワがフランクリンを支持ノレに反論する。フランクリンの本はイタリア語、ドイツ語にも翻訳されて、その見解は徐々に受け入れられ、ノレットの見解は破棄される。フランクリンはまた、 イギリスの王立学士院の名誉会員に選ばれる。新しいデニー知事が到着し、フランクリンに助言を求めるが、彼は自分は衆議会側に立っていると断る。議会と知事の間の論争はなお続いていく。植民地知事は、領主の命令を履行するために、あくまで領主の訓令を持ち出し、議会はそれに反発する。そのうち、領主が人民の権利ばかりか、 国王に対する義務にも反する訓令を出して代理人である知事を拘束しようとしているのを見て衆議会は反対の声願を国王に出して弁明することにした衆議会はこの申し立てにイギリスにフランクリンを送ることを決定この危機にイギリスからラウドン教が英国政府に代わって到着し衆議会と知事の調停をしようとするフランクリンが衆議会に 今回の件に関してのみ、情報を説得し、事態の収集を取り付けるが、その功績は、ラウドン教の手柄になってしまった。それにもかかわらず、フランクリンは、ニューヨークに立ち寄り、彼の民兵奉仕中の彼の資金の支出に対して、ラウドンによって保障される試みに失敗した後、彼の息子を連れて、イギリスに行く。彼らは1757年7月27日に、 イギリスに到着した。1789年11月から1790年4月17日のフランクリンの死までの間に書かれたこのセクションは非常に短いものである。フランクリンと彼の息子がロンドンに到着した後、フランクリンは植民地になり変わってその大義を主張する最良の方法についてフォザギル博士から助言を受ける。フランクリンは 王が植民地の立法者であると主張する王の枢密院の議長であるグレンビル教を訪問する。その後、フランクリンは漁師たちに面会する。しかし、それぞれの側はいかなる種類の合意からもほど遠い見解を繰り返す。漁師はフランクリンに入植者の提訴の過剰を書面にして提出するよう求める。彼らはそれを顧問弁護士に任せてしまう。 この弁護士は高慢で気の短い男で手続きを一年近く引き伸ばした。一年以上後、領主はついに議会に返答し、ようやくは彼らの行動の薄っぺらな正当化であるとみなした。この遅れの間に議会は知事に一般の人民と同様、領主の財産にも税を課すという課税法を可決するように迫り、法案を通過させる。そしてフランクリンはそれが 国王の採貨を受け取ることができるように、英国の法廷でその方を擁護する。議会がフランクリンに感謝している間、領主は知事に激怒し、訓令を守ると制約したのに、それを破ったから罷免する、訴えてやると脅した。しかし、知事は国王陛下に対する義務のためにそうしたのであり、脅しを何とも思わなかった。その脅しは結局実行されなかった。フランス語諸般の表紙辞典は、 フランクリンの存命中は出版されることはなかった。1791年、初版がパリでメムワーズで選びプリベイでベンジャミン・フランクリンというタイトルで刊行された。英語ではなくフランス語での刊行であった。この第一部の翻訳は、フランクリンが改訂する前に作成した語尾のある写本のみを元として刊行されたものである。その後、 このフランス語の翻訳は1793年のロンドンの2つの観光物で英語に再翻訳された。ロンドン版の1つは第2部の断片も含む版で1798年にフランス語に再翻訳するためのテキストとして使用された。次元の第3部まで含めた版は1818 18年にロンドンでフランクリンの孫ウィリアム・テンプル・フランクリンによって 初めて英語版で刊行された。これは、ベンジャミン・フランクリンの生涯と著作の第一巻として出版されたものである。W.T. フランクリンがこれに第四部を含めなかったのは、以前に自伝の元々の手書きのホログラフを最初の3つの部分のみを含むコピーと交換していたためである。さらに、彼は祖父の自伝に権限のない文体の修正を自由に加え、 ベン・フランクリンの元のテキストではなく、上記の翻訳及び再翻訳されたバージョンに従っている箇所もある。W.T. フランクリンのテキストは、ジョン・ビュゲローがフランスでオリジナルの原稿を購入し、1868年に第4部の最初の英語の出版を含む、これまでに登場した中で最も信頼できるテキストを出版するまで、半世紀の間、自伝の標準版とされてきた。 20世紀に入って、マックス・フェランとカリフォルニア州サンマリノのハンティントン図書館スタッフによる重要な版や、レナード・ W ー・ラバレーによる版が、ビゲロー版の正確さを改善した。1981年、レオ・レメイト・ピー・エムザルが、ホログラフ原稿のすべての改定と手直しを示すべく、ザ・オート・バイオグラフィー・オブ・ベンジャミン・フランクリン、エージェナティック・テキストを出版した。これは、 これまでに出版されたすべての中で最も正確な版であり、ベンジャミン・フランクリン、S ・オートバイオグラフィー、A ・ノートン・クリティカル、エディションと、ライブラリー・オブ・アメリカ版のフランクリンの著作の基礎となっている。ベンジャミン・フランクリンの自伝は、歴史上初のフルレングスのオーディオブックになり、俳優のマイケル・ライが朗読し、1969年にリリースされている。 1916年、ヘンリー・ホルトカンパニー観光の番の前書きで、フランクリン・ウッド・ワース・パインは、フランクリンの自伝は、私、たちの驚くべき歴史のすべての、最も際立った業績を自力で成し遂げた人を、最大の模範として見せてくれていると書いている。フランクリンは、私たちのアメリカ人男性のタイプとして最も良い、典型である。最も裕福でも最も力持ちでもないが、 彼は、間違いなく、彼の才能と業績の多様性において、私たちの全てを自力で成し遂げた人の中で最も、偉大な人である。純士郎族作りの店でのつつましい少年時代から、産業、経済、そして、自己研鑽への忍耐力によって、彼の自伝の素朴でありながら、絵物語のようなお話は、 すべてを自力で這い上がってきた人の歴史の中でも最も注目に値するものである。それ自体がフランクリンの格言に従うことによって比類のないチャンスのある国でどれほどのことが達成できるかという結果の素晴らしい証である。フランクウッド・アースパイン1916フランクリンの自伝は重要な初期のアメリカ人の記録としての歴史的価値と その文体の両方で広く称賛されている。それはしばしばヨーロッパ人によって文学として真剣に受け止められた最初のアメリカの本と考えられている1905年にウィリアム・リーン・ハウエルズはフランクリンの自伝は文学史上で最も偉大な自伝の一つであり、フランクリンが他の男性よりも高くそびえ立つように他の自伝よりも高くそびえると述べている。 1860年代までに、自伝の使用とフランクリンの産業の描写、そして必要な自己改善の努力は、若者のための教育的な手本として広まった。そんな事情もあって、マーク・トウェインは、父親が、フランクリンの有害な電気を読んで、以来、何百万人もの少年に苦痛をもたらしたとして、フランクリンをユーモラスに非難するエッセイを書いている。D.H. ローレンスは、 九百二十三年に中型で頑丈な鍵タバコ色のフランクリン博士に対して注目すべき反論を書き、フランクリンが美徳の教訓を作り上げ、自分自身を完成させようとしたことに少なくない誤りを見つけた。それにもかかわらず、フランクリン時代への反応は一般的にトウェインやローレンスのそれよりも肯定的であり、ほとんどの読者はそれを文学の古典として認識し、 著者の物語る声に耳を傾けている。この作品では、フランクリンのペルソナが生き生きとし、その偉大さが彼を現実的で、親しみやすいものにすることを妨げず、彼が人生で犯した過ちや過ちに直面し、個人的な成功を、それのために十分に一生懸命働くことを、厭わない人の手の届くところにあるものとして示している。ありがとうございます。